さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。他のチビちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからね。ベジータちゃん、前より戦闘力が高くなってるね。その野郎が頭に来るぜ。太陽拳思ったよりやるじゃないの、ベジータちゃん。化け物め、まるで赤ん坊扱いだ。パニックホー、おいぬしちょうだい。パニックホー、もっとビシッと衝動ないのか。ないな、どうせすごいいいか。おいの人だい、ふざけやがって。そんな、あとしやがれ。覚悟はいいか。痛いじゃない、オゴリアルじゃない、痛いじゃない、リックホーリアルじゃない、リックホー、痛いじゃない。ここまでだ。さあ、そろそろ始めようぜ。素晴らしいですよ、ギニューさん。こんなに早く7個すべてのドラゴンボールを持ってきていただけるとは。フリーザ様にそう言っていただければ光栄です。夢にまで見た不老不死がまさか現実のものになろうとは。さあ始めましょうか。ドラゴンボールよ、このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい。ん？もう不老不死になられたのでしょうか。いいえ、そうは思えません。何か暗号があるのですね。ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号が。ナメック星人にそれを聞き出さなくては。お、明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。まだ生き残ってたんですね。では私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私の方が連中の扱いに慣れていますからね。ギニューさんはここでドラゴンボールを見張っていてください。わかりました、お任せください。チェ、どいつもこいつもつまらねえカスどもだぜ。ま、一応3匹ともとどめを刺しておくがな。なんだ今のは。
どこの宇宙船だ？悟空だ。やっと悟空が来てくれた。